ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君。続きやっていきたいと思います。敵に囲まれてるな。このキラーマシンっぽいやつはちょっと戦いたくないですね。ドラゴンっぽいのもいるな。あんまり戦いたくないな。ここら辺絶対強いんで。うお、こいつも魔法やばいな。あった。図書館は直で入れないんだよ、確か。ぐるっと回っていかなきゃいけなかったんだよね。で、こっから確か入っていけたような。覚えてるもんだな。すごい。目の前に鶴が。鶴かな?うん。あ、でもツタって言った方がわかりやすいか。ツタですね。おお、ベホマスライムか。なんかその奥にいるのなんだ?あれなんだ?こいつなんだ?あ、これはドワーフか。血が滲んでいたい。これは石化じゃないな。ツタかって言った方がいいな。ツルかって言った方がいいのかな。あ、なるほど。こうやってツルがかかっちゃってるところはいけないやつですね。あれ、こっちじゃなかったっけ。あ、ここいけないですね。ダメですね。あれ?あれ、じゃあ直で図書館入っていいんだったっけな。どうだったっけ。ここにも道が、これは外に行くやつか。じゃあ、樽ある。上上がってみましょうか。あざす。メダルは大事。壺。一応この隣が部屋になってますね。入れそうだったら、あ、入れますね。じゃあちょっと入ってみましょう。何もないかな。ないですね。にしても強大な呪いだな。ムービーでもあったけど、ドルマゲスはあの杖を御しきれてなかったですよね。まあ、そこら辺がね、今回の冒険の一端でもあるんですけど。おぉ、早く入りてぇ。最後の鍵が必要かな。2階通っていくんだったっけな、図書館。どうだったっけな。ここも入れますね。小部屋ですね。っていうかね、思った以上に早かった。これ中盤のレベリングポイントですね、ここが。PS2 版だったら少なくともそうだったんだけど、今作はどうか。ここにね、ついにね、はぐれメタルが出てくるんですよね。おー、ドラゴンが。ほ、かき消す。これ行っちゃっていいかな。これ多分ダメですね。行くべきはこっちですね。あ、でもこっち行けないのか。じゃあここで合ってるかもな。それともこっちかな?大回り系かな?どっちだろう?ここ小部屋ですね、とりあえず。入っていきましょう。普通にベホマスライムが、ふわふわ浮いてるから、やりづらい。何もない。あ、ピクン系か、そっか。やばいなぁ、戦えるかなぁ。単体で来てくれ。頼め。オッケー。強っ。回復しないとやばい。ククール死んじゃったよ。全然ライフ見てなかった。まだザオラル覚えてないかな。この衛兵に任命された。確か彼に与えられた最初の仕事は住み込みの駒使いだったはず。素性のわからぬよそ者の彼がいつかこの絵に取り立てられるとは当時は夢にも思わなかった。姫も主人公を気に入ってるようだし、この人事はきっとうまくいくだろう。主人公の出世の記録が残されていたか。戦いたくない。ちょっとここでの戦闘は今はしたくないですね。じゃあ2階行きましょうか。向かうべきはさ、図書館なんだけど、すげえ大回りしないと多分行けないんだよね。そうですね。あ、いいや、ここ行っちゃおう。ここにまず小部屋。タンスにゴン。ゴン。お、いいね。タンスにメダルか。一応調べる。なんかある。お、満月草を袋の肥やしにしてる人。
まとめて3つ。月の恵み。なんだろう、月の恵みって。全体的に、麻痺直す的な予想。全体的に麻痺直す。特に何もないですね。こっちに進むと、ベホマスライムのお出迎え。この向きで進めばいなくなってる。OK。おー、ドラゴンが。アラクレが敵に見えたわ、今一瞬。緑色のアラクレとか、敵かと思ったわ。トロールかと思ったわ。違ったけど。結構でっかい扉。この先は？外かな？あ、外ですね。外に出れましたね。普通に爆弾はいるよ。あ、でも、来るべきはこっちで合ってたと思うな。この下に行きたいんだよ。すると螺旋階段がね、あって、1階まで繋がってて、その先がきっと、図書館、図書室になってると思う。そうそう、ここに行けばそうなんだけど。で、この道まっすぐ行くとさ、止められてたとこだね。あの、岩が落ちてきてて、通れなくなってたとこですね。なんかいましたね。ピクンってなったね。下になんかいたのかな？一瞬ちょっとバグってるようにも見えたけど。お、いた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 。ほら。ここですね、レベリングポイント、やっぱり。中盤のレベリングポイント。じゃあ、いいとこ見つけてうまいこと、はぐれメタルと戦っていきましょうか。とりあえず今回は遭遇しちゃったんで戦います。まあ多分倒せないだろうとは思うけど。ピオリム。お、ワンチャン、倒せる。これは一戦好き、大光一戦と大魔神斬りまであるかもしれないですね。お、お？いや、いいな、いいな。これはもう倒したでしょ。え？さすがに。お兄さん、OK！ ありがとう。1万くらいもらえるんだよね。超レベル上がると思うよ。やったー。ベギラマ、9ポイント。とりあえず、割り振りはしない。ヤンガスも21まで。一気に2上がったもんね。今まで、ちょっとスキルじゃなくてレベリングしてこなかったから、サボってきたから。おーほほー。これでククールもだいぶレベル上がるんでね。いやーよかったよかった。ここでレベル上げられればかなり楽になりますから。岩塩。お、またいた。まあ倒せなくても。いいとは思ってる。ですよねー。これは仕方ない。ぐるっと回ってきた形になったか。行きたいのはこれかな？おぶねえ。敵が普通にいっぱいいる。こっち行くと戻っちゃうんで。おぶねえおぶねえ。これかな？おー、ついたついた。ここですね、図書館。チーズ健康法。癒しのチーズ。二つの本棚で一つって感じかな。妖精の飛躍。世界樹と魔法の聖水。あ、エルフの飲み薬か。はいはいはい。お、あ、進めばよかったのか。お目当ての本残ってるかね。うん、ここも随分荒らされておるの。全く嘆かわしいことよ。さて、まずは例の船について書かれている本を探すのじゃ。そして
あれを動かすための手がかりを見つけ出すのじゃぞ。はーい。世界の帰還、聖地ゴールド。まあ、いずれ行くことになりそうですね、聖地ゴールド。錬金おされ術。なるほどね。なんもなし。これは？お、錬金術の落とし穴。鉄の斧と金塊で金斧。このちっちゃい本棚は、あれか、全部調べられるのか。トロデーンの歩き方。4階には伝説の氷が眠っているらしい。おお、すげえな。ミーティア姫を見に来るだけのために、見るだけの価値があると言わせたよ。すごいね。あ、ありましたね。荒野に置き去りにされた船について。これだ、これだ。見つけたようじゃな。ではじっくり読んでみるとしよう。読みふけった。結局わかったのは、あの船がある荒野のあたりが大昔は海であったということくらいか。これではどうしようもないな。今現在もあそこが海だったなら何の苦労もなかったのじゃが。ん？おや？おやおや？すごいな。これ、鶴だよ。ツタだよ。出ました。いや、実はね、フラグ立てといたんだけど、わざと。本当に石まうりさんとね、またね、お話しする機会があるんですよね。ちょっとわかりづらいんだけど、銀玉の銀さんなんですよね、石まうりさん。ちょっと意外だよね。男子高校生の日常の、忠国、吉武、秀則の声でもあるんだけど、あそこにいたか。ちょっとそういう雰囲気出てないよね、今回は。おや、月の世界へようこそ、お客人。お久しぶりです。月影の窓が人の子に叶えられる願いは生涯で一度きり。再び窓が開くとは珍しい。さて、いかなる願いが君たちをここへ導いたのか。さあ、話してごらん。月の意志かもしれませんね。自分たちのためではなかったからね、一回目が。あの船なら知っている。かつては、月の光の導くもと、大海原を自在に旅した。覚えているよ。まるで自分が乗ってたかのように言うんですね。再び海の海なへとあの船を抱かせたいというのだね。それならたやすいことだ。さすが。君たちも知っての通り、あの地はかつては海だった。その太古の記憶を呼び覚ませばいい。君たちにアスカンタで見せたのと同じように、大地に眠る海の記憶を形にするのだ。そう、こんな風に。ほんと神秘的。世界観がすごいよな。やはりこの建事では無理だったか。これほど大きな仕事にはそれにふさわしい大いなる楽器が必要なようだ。さて、どうしたものか。いや、待て。君たちを取り巻くその気配、かすかだが確かに感じる。そうか、月影のハープが
昼の世界に残っていたとは。あれならば大役も立派に務めるだろう。よく聞くがいい。大いなる楽器は地上のいずこかにある。君たちが歩いてきた道、そのどこかに深く縁を結びし者がハープを探す導き手となるだろう。人の子よ、船を動かしたいと望むのなら月影のハープを見つけ出すといい。そうすればすぐにでも荒れ野の船を大海原へと私が運んであげよう。ということでね、月影のハープとやらを探すことになりました。いいね。このさ、船を動かすために、トロデーン城の図書館に行く。その図書館で、分かったけどどうすればいいかわかんない。そしたらなんか急に道が開けた。で、その開けたところで、お、もしかしたら叶えてくれるかもしれないと見せかけて、月影のハープを持ってこいと。まるでこの、あれですね。てかまさにこれが RPG だよね。これをするためにいろんな工程を経て、ようやく、すごい長い工程を経てようやく達成させられるっていう。まさに、王道、RPG。これがドラゴンクエストなんですよね。いいとこです、本当に。はい、ということで今回はここまでです。それでは、次回、月影のハープ探して、進めていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。